日頃使ってる筆は日本画のルーツの日本で初めて絵筆を作ったところの筆を使わせていただいてるんですが、それがただ古いからいいのではなくて、今そこの職人さんを若い方がなさっていて、そこと僕らの時代を作っていくためにさまざまな協議をしていく必要があると思います。それには私も画力をつけていくとか、あるいは目利き的に感覚を伸ばしていくことをして、職人さんをある種困らせるほどにいいものを作っていかなきゃいけないと思っています。それは我々のこう道具でいうと筆でしたりしますが、皆さんにとっては日頃は例えば運動靴でしたりとか、あるいはそういうユニフォームでしたりとか、そういうものだと思います。非常にモチーフ探しというのは楽しいことで、もう寝ても覚めてもそのことをしています。新しいことの生まれるヒントになることとかアイディアとか、その時がもしかしたら一番楽しいかと思うぐらい楽しんで探しています。人との出会いやら物との出会い、あるいはストーリー、そういったものの出会いがありますけれど、とても大きな目で見たら宇宙観かもしれない、その宇宙にいるような大きな世界があると思いますが、例えば葉っぱの葉脈の中とか、あるいは小さい生き物が生きている巣があったりとか、そういった小さい中にも世界観がある、素晴らしい宇宙観があるということが大事になってくる。その気づきから次にモチーフが決まって、ストーリーが決まって、何を描くかというふうに進んでいくと思います。両方に靴と絵と共通するものは、両方人がいなくては成り立たないということですね。人が存在しなかったら靴もあってもしょうがない、絵もあってもしょうがないと僕は思います。やはりそこにはその靴の素材選んで作っていくデザインの過程もあって、両方ともに用途があるということですよね。絵もどこにかけようというコーディネートが必要になってきたり、あるいはどういったものを持とうとか、誰に見せようとか、そういうことが大事になってきます。あるいはその中から、さらに絵の中から模索が生まれて次のワールドが出てきたりだとか、それは楽しい靴を履いて気分がよく外を歩いた時と同じような高揚感があるんじゃないでしょうか。僕らもそのおのおの舞台に出る時は、まずちょっと師匠がよく出る直前に扇に一礼してたのを真似てまして、扇にちょっとこう拝んでからこう舞台に出ると、やっぱりこう、まあ、無心というか、その役になりきるとか自分の何かを出すとか、そういう世界じゃない宇宙観が出てくる。その神頼りっていうのでもなく、何かが宿ってくる感じでしょうかね。だから僕もそれ以来はこう割と筆をここぞという時にはこう一つ拝んでから一筆入れるなんてことをしますし、日本画は道具は精神と言われて育ってきてますので、まず片付けをしたり道具を整えてから挑むんですけれど、それにはちょっとそういった気持ちがないといいものができないんじゃないかなと思いますね。能の小道具で靴はあるんですけれど、舞台上では靴を履かないんです。でそれが確かになぜ足袋を履くのか、それはアンダーウェアのそれではないと思います。靴を履いてるようなイメージにすることもできたり、あるいは湖面を歩いているような演出があるときには、靴を履いてたらリアリティがありすぎて、かえって想像の余地がなくなってしまうと思うんですね。足袋ということに逆にデフォルメすることによって、つま先にも意識がいったりですとか、見る側が想像するものがあるんじゃないでしょうか。能の稽古の中で足袋の丸めのところに爪楊枝を挟んで歩くという練習方法があります。でこれはギュッと挟んで落とさないっていうようなゲームではなくて、足にもちゃんと演技をするというようなことを覚えさせるという意味でやってます。ただ歩き方の訓練ではなく、そういった足の運び方というもので、さまざまな演出にもなってくるんですね。そういったところがお能では実は大事になってきてまして、まず一歩踏み出すなんてことも考えてしまうような世界だったりします。この度のシューズに関しては、
先が足袋のようになっていますけれど、それは歩きやすさの追求でもあるかと思いますが、我々がどこに向かって歩いていくのかを非常に考えさせられるのではないでしょうか。